犬に関する面白い雑学。ビーグル犬はもともと狩猟用に飼育されていました。ウサギやノウサギを狩るのに最適な犬種。驚異的な嗅覚を持っており、約200種類もの異なる匂いを識別できる。ビーグルの鳴き声は常に大きく響くため、猟犬として使用されることが多い。生まれたばかりのダルメシアンの子犬は斑点がなく真っ白ですが、ビーグルは生まれた時から特徴的な模様がある。イタリアのトリノでは、犬に1日3回以上散歩をさせないと罰金が課せられることがある。犬がうんこをする時にくるくる回るのは、周囲の安全を確認する野生時代の習性が残っているから。犬の血液型は全部で8種類あり、1匹が複数